ウクライナが東部戦線で本格的な反撃を開始したみたいで、あれほど東部地域の確保に固執していたロシアも、その圧力に耐えきれずついにハリコフから撤退するかもしれないと言われているよ。ロシアの状況はもはや四面楚歌の状況なのかもね。西側諸国のウクライナ支援がどんどん進んでいて、ロシアからすれば戦況が芳しくないのは間違いないと思うぜ。そうだね。さて今回はロシアの次の一手はどのような行動に出るのかなど、現在のウクライナ有事の情勢と今後について注目して詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のロシア軍がハリコフを撤退したとの報道を伝えたのは、イギリスにあるガーディアン紙だよ。ガーディアン紙では、ウクライナ軍が2022年5月14日に提供した情報として、ロシア軍が侵略を開始して以来その攻略を狙っていたウクライナ北東部第二の都市である、ハルキウロシア語ハリコフから撤退を開始したと発表したと報じているんだ。ガーディアン紙の情報によると、ロシア軍は体制を整え直したウクライナ軍の反転攻勢を受けて、ロシア国境付近まで退却を余儀なくされたとされ、2月の侵攻開始以来続いていた。ハルキウへの砲撃はなくなったとの情報も伝わっているみたい。この件について、イギリスの BBC 放送も情報を伝えているんだけど、その内容によると、ハルキウ市長が市内にロシア兵の姿はなく、破壊されたロシア軍の戦車などもすでに撤去した、と語った上で、侵略が始まってから地方に待機していた市民も、徐々に市内に戻り始めたことを明らかにしているよ。それでは、ハルキウについてその地政的な場所などを見ていこうか。ハルキウロシア語ハリコフは、ロシアとの国境から 30km しか離れていない、ウクライナ東部の主要都市で、ウクライナ国内でも第二の都市と言われているんだ。東部の要衝であったことから、2022年2月24日から開始されたロシアによる侵攻においても、侵攻開始早々ロシア軍の標的とされ、第二次世界大戦でドイツと激烈な攻防戦が展開された、スターリングラード現在のボルゴグラードに匹敵する戦闘が繰り返されたことから、21世紀のスターリングラードと呼ばれるようになったぜ。2022年3月2日には、市内の病院付近にロシア軍空挺部隊が降下するなどの攻撃があったんだけど、市民にも多数の犠牲を出しながら激しい戦闘の末にそれらを撃退するなど、ハルキウをめぐる攻防戦が続く中、2022年4月2日にハルキウを包囲していたロシア軍部隊が、東部のルハンスク、ドネツクに移動するなど、撤退の動きを見せ始めたんだ。同年4月17日にはシネグボーハルキウ州知事が、ウクライナ軍の反攻によりバザリーエフカ村、レビャジェ村及びクプジフカ村の一部を奪還し、部隊は村ロハン村の近くまで前進しているとして、ハルキウ周辺の村々が少しずつ奪還されていることを明らかにしたけど、この時点ではまだハルキウは包囲されていたままだったんだよね。だが、5月になってロシア軍が完全に東方に撤退していったことで、東部戦線の情勢は一気にウクライナ優位になったのではないかとも言われているぜ。でも、現実ではロシア軍は撤退したのではなく、戦力の再配置を行っただけとの見方もあるね。侵攻開始早々、早期の決着を目指すロシア軍は、ウクライナの首都キーウ攻略に精を出したものの、結局それに失敗し撤退した後、部隊を再編成した上で東部及び南部戦線に移動させているよ。そして現在では、ドネツク、ルハンスクの東部に州都クリミア半島からオデーサにかけての、回廊確保を目指す方向に戦略を転換したのではないかと思われているんだけど、2022年6月になっても戦線は膠着状態にあるようで、ロシア軍が苦戦している様子や、一部地域から撤退している情報が伝えられているんだ。実際、2022年5月13日にアメリカ国防総省とイギリス国防省が発表したところによると、ドンバス地方を制圧するために移動していたロシア軍部隊が、ルハンスク州を流れるドネ川を架橋と架中に、ウクライナ軍からの攻撃を受け、大きな損害をかぶったことを明らかにしているよ。この攻撃に関しては、ウクライナ軍の公式発表として SNS 上で、ロシア軍部隊のトカを9回阻止し、戦車や装甲車など70台以上を破壊したと投稿しており、一部メディアではロシア兵1000人以上が死亡した可能性が報じられているんだ。この件に関連して、アメリカ国防総省の高官はロシア軍はトカ作戦の失敗によって、増援兵力をウクライナ東部に送り込めない状況にあると語り、ロシアが東部戦線における苦戦の要因にもなっていると指摘し、ドンバス地方の制圧を目指していると見られるロシア軍の作戦が、当初計画より少なくとも2週間の遅れが生じていると指摘しているね。また、イギリス国防省もコメントを発し、各戦線でのロシア軍の苦戦は、プーチン大統領に戦果を示さなければならない立場であるロシア軍司令官にとって大きな重圧となっている。
と述べ、ロシア軍の苦戦とプーチン大統領からのプレッシャーが、ますます戦線を膠着させている要因になっているのではないかとの見方を明らかにしているよ。世界の軍事アナリストたちは、2月から始まったこの侵攻において、ロシア軍のダメージを調査しているんだけど、2月24日の侵略開始後に投入した地上部隊戦力のうち、その3分の1をすでに失った可能性が大きいと分析している関係者が多いようだね。そのため、ゼレンスキー政権の打倒を諦め、ドンバス地方における支配地域拡大に向けて攻勢に出たものの、結果的にロシア側の支配地拡大は達成されていないとされているんだ。すでに多くの戦力を失い、かつその補充にもことかく状況にあるロシア軍が、これ以上の攻勢に出ることは不可能ではないか、との見方も強まっているぜ。旧式の兵器を投入しているあたり、相当苦しい状況なのかもね。一方のウクライナ軍は、西側諸国からの軍事物資や兵器の支援を受け続けており、それらの一部はすでに東部戦線に投入されている状況だからな。アメリカ国防省の関係者も、誘導弾を運用できる最新鋭の野砲をウクライナに提供していることを認め、2022年5月9日の定例会見で現時点で310名以上のウクライナ軍兵士に対して、野砲の運用訓練を実施して完了していると述べているよ。ウクライナ側もアメリカの野砲はすでにドンバス地方に到着していて、ロシアとの戦線で戦闘に用いられていることを確認したと、地元メディアが明らかにしているんだ。時を同じくして、ウクライナのゼレンスキー大統領も、5月13日にロシア軍から1000カ所以上の集落を奪還したと述べており、ウクライナ第二の都市であり東部地域の要衝であるハリコフから、撤退する動きが見えていることとも明かされていることから、アメリカをはじめとする、西側諸国の兵器が積極的に投入され、ウクライナ軍の優勢をもたらしている可能性が見えてきたよ。アメリカをはじめとする、西側諸国の兵器供給の流れはさらに加速しているからな。ロシアは自利品の状況にあることは間違いないよね。おまけに中国などの積極的な支援も受けられることがなさそうな実情で、どこまで耐えることができるのかが注目されるようになるだろうな。うんうん。でも、追い詰めすぎると核兵器の使用を匂わせているプーチン大統領を、さらに刺激するのでは、との声もあり、今後も戦況は急転する可能性があることは理解しておく必要があるよね。とは言いつつも、ロシアの戦術があまりにもずさんだったとの声も大きいんだ。ロシアの戦略は、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化することで、確実に制空権を獲得することを優先して行動を開始したはずだよね。その後、制空権を確保した前提で、戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻し、かつてのドイツ軍のごとく電撃戦を展開し、空と陸からの攻撃でウクライナの首都、キーウを陥落させて、その後、ゼレンスキー政権を打倒して新ロシアの政権を樹立、東部地域の割譲などロシアによる実効支配を確固たるものにするっていうのが、ロシアの描いていたシナリオであったはずなんだけど、ないってわけ。ロシアとしては、対空優位の状況を作り出すために、精密誘導兵器や爆撃によって、レーダー基地や対空ミサイル基地を先制攻撃の上破壊することに全力を投入したが、それでもウクライナ国内の制空権を確保することはできなかったからな。制空権の確保ができていないことが分かっていても、請求な首都キーウ占領と、現政権打倒を課せられているロシア陸軍は、強引に戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入し、主要地域の占領を進める作戦に踏み切った結果、停滞反撃を受けて予想以上の損害を受けてしまったもんね。実際、制空権を保持しているウクライナ空軍による空からの反撃、ドローン兵器バイラルタル TB2 による攻撃によって、戦車や装甲車両が大量に破壊され、その様子が YouTube でアップされることで、世界中に明らかになるなど、ロシアの絶対的優位はすでになく、むしろロシア軍の劣化だけがクローズアップされる状況になっているよ。現代の戦争において、敵国に侵攻する際には、対空ミサイルや、対地ミサイルが配備されている敵基地やレーダー通信施設に弾薬庫、燃料タンクなどの軍事施設を、長射程ミサイルや攻撃機、爆撃機などで徹底的に破壊することだが、ロシア軍はそれが不十分であったわけだ。そういうことだね。同時に、アメリカ、イギリスなど NATO 諸国や、ポーランドなど旧ワルシャワ条約機構加盟国などから様々な兵器を供与された。ウクライナ軍の士気の高さを見誤っていたこともロシア苦戦の要因なんじゃないかな。プーチン大統領は、2014年にあっさりクリミア半島を併合できた経験から、アメリカや NATO は結局何も手出しをしてこないと高をくくり、ロシア軍が大軍で侵攻すればウクライナは直ちに白旗を上げると考えていたようで、このことが作戦をずさんなものにしてしまったのではないかとも言われているんだ。
実際、ウクライナ軍は、ロシアを非難する各国からの兵器供与などの支援により、増強と整備が進み、間もなく東部2州のみならずクリミア半島さえも奪還できるだけの、戦力が整うのではないかとも言われているぜ。今後、この戦争が終わるポイントはプーチンの意向というよりも、むしろ攻勢に転じるであろうゼレンスキーの対応だと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。